はい、こんばんは。今週もやっていきましょう、スパツ X、定例配信会ですね。本日も、毎週ですけども、9時から、大会日々の細道開始したいと思いますので、よろしくお願いいたします。ちょっと前後するかもしれないですけども、時間の方はそれまでの試合の様子よろしくお願いします。よろしくお願いしますよ。ですね、お楽しみください。
イジ。ラウンド1ファイト。
Come on.
Thank you.
すいません、マイク遅れちゃったんですけれども、2017年9月8日第45回式の細道、始まっております。 1P 側のガイルがシャルさんですね。 2P 側がエクスパーさんの竜。真空右からダブルサマー。昨日の大山ニュートンの三つどもえの戦いを見て、若干竜ガイルが多めな感じ。野試合もそうでしたね。ただなんか竜ガイルとかあんま好きじゃない人も来てるので、そういう方々はいつも通りのキャラクター。真空重ねて鎖骨、竜だから落として、さあ当たる、ダブルはガード。さあエクスパーさんが1本取り返して1-1。サンドバルログ、早くも竜がいる祭りでも何でもなくなってますが、さあ1、あい打ち、またい打ち、1本目取ったのはお茶丸さん。さあ爪の頭当てて、爪当てるか手前落ちするか、手前落ちだったらばガイルがソニック、目の前落ちて、さあ打ち、上から引き見た、最後はハイクロー、勝ったのはお茶丸さん。続いて入ってきたのは金子さんの竜ですね。
今日は一応竜がいる祭り風ということで、なんと竜を使ってくれているんですが、相手がガエルじゃなかった。ちょっとダイヤスタイク投げてテラー、最後はハイクロー、最後はハイクロー、分かってても食らう。あ、コメントいただいている方、デイトナは1プレイ50円2クレですね。ほぼ常時50円2クレで、大きな大会の日とかだけ1プレイ50円になってしまいます。普段は50円2クレとか言ってるうちにバルローがひょいひょいって、さあ続いてピロシさんのホンダ、もう竜とかガエルとかどうでもよかってます。さあ風側に飛んで横ためは解除しているけれども、下ためはあるのと、おっと、まあ、こんなが結構減らない。正面から爪を重ねたらば噂表示がなかった。テラー、さあ詰め詰めと、さあお釣りが入って、お決め、最後はテラーがバレていた。ここまで毎回最後はあれスカイハイクローですからね。さあ削って投げて、あー最後は目の前で点々しちゃった。ペコさんの竜、なんかペコさんは S 剣やめちゃったという話をまことしやかに本人から伝わってるんですけど、最近は X 剣がメインっぽいですね。今日は一応お祭りということで竜も使ってもらってます。空打って、ニラウ止め掴んで、よし、タイク、壁まで持ってった足払いに入れ替わってしまって、ダイヤスタイク、これはちょっと出なかった。3ラウンド目、ダイヤシ百裂くらい、ダイヤシはダイヤシは速いキャラなのでできるんですけど、なかなか実戦でやるのはちょっと難しい。ダイヤシ押すだけなんですけどね、残儀もできるけど俺はできません。ダイヤシタイク
昇龍きっちり真空。続いて千本さんのベガですね。千本さん、ウルトラセブンの T シャツ着てて、ウルトラセブン好きなんですかってさっき聞いたらば、なんか数年前に同じシャツ着てる日に同じことを言われたって言ってて、すいません、覚えてませんでした。もう覚えました。めくりが結構減った。再反応、突然ダメージ取って、おっと竜巻の手投げてる、投げて、さあ球踏んで攻めは正面から、足に持ってった、さあ頭踏ませた、真空溶けずに、おっと最後は足払い波動。返して、投げ、さあ球踏んで、受け身なし、昇竜拳、最後はめくり中は昇竜拳。続いて破天荒さんの湯ですね。さっきちょっと僕も竜返りやりたいなと思って破天荒さんの竜に返りで入ったんですけど、8連敗か9連敗したので、ラスト1回だけ勝ちました。いわゆる難しいですね。さあ、グレーの竜が破天荒さんの竜、茶色い竜が天荒さんの竜ですね。さあ、シンク使っていく、三段入れて、鎖骨まだピョロない。さあ、今ちょっと危なかったが、シンクで、さあ、お互いドット、あの体力で波動拳昇竜避けするのはなかなか勇気がいるんですけども、日和らずやっていく。ちょっと安かったか、シンクヒット。ペコさんはなんかシンク全弾ヒットとそうじゃないの数えてるはずなんですけど、竜使うときは自分の分と相手の分数えてるんですかね。さあ、続いて瀬尾さんのベガ。さあ、20番ダブルに入れて、このガード、さあ、ガード昇竜拳入れてある。さあ、あの距離は抜けても昇竜間に合うんですね。
がり前歩き投げ、伊沢さんが取り返して3ラウンド目、さあ当たって裏に落ちたが投げている、弾踏んでる、さあレピリバーが当たらず、最後は垂直台形。じゃあ続いて自分です。それはなんかセロテープ竜1本取っていく、はい、さあここからペコさんの怒りの反撃が始まるのか、さあ昇竜出る、さあ投げにはいかず、さあ足の差し合い負けている、さあ昇竜リバサ出てますね、あっとここはペコさん、さあ飛び、さあ大足ガードした時点で勝利を入れてないと死亡確定。さあ足払い使ってるよ、さあやはり差し合いはあまり得意ではないみたいですね、さあ逆波動勝利で抜けたが、さあペコさんの股間空振りからの差し合いにちょっと画像が見られたが、ここは真空、さあ数えている、数えている、おあるかあるのか、さあどうする、さあカクカクして真空打ってしまう、あーできてる風だったんだけどな、さあ次でネロさんここでやっと竜がいる祭り風になるのかな、ちょっと八重さんの戦いとか見てるとなんかガイルとかやりたくなりますよね、中波動垂直で避けたくなりますよね、あ壁ガイルはここからが強いような気がする、まだ足入れて、さあ中足で昇竜飛んでみた、政権で落ちる、何ラウンド目、はい、怪しい、サブ、お、ちょっとそれっぽい、差し返しみたいなし、シングル、よけてよけてる、それっぽい、竜も茶色いし、さあ林今のところ体力がほぼ伸ぶ、さあスタブスタブで位置を稼ぐが、また元と、また避けている、見えているぞ、もっと、なんか昨日見たような感じ、竜巻ガードしてから立ち中パンチ、梅原くんもなんかあの元スカイムラ的なことを、さあ打ち合いから、はい打ち、さあ置き攻め、さあまあ出してきた、
渋めの。さあ昇竜、ああ時間がないぞ。最後は波動昇竜拳、あたり粘ったんですが勝ったのはペパさん。さあ続いてカワシムのガイル。さあ竜ガイル祭り風にご協力いただきありがとうございます。カワシムガイル開幕裏剣、おっとオプションでゾンビンだが何も当たってなかった。竜巻当たって、おっとサマー正面から行って、サマーどうすんのこれ。最後はさせない。林、さあそのそばって5連発だな。さあ弾踏んでアントミコット、さあまあ出る、おっと手に入れた陣地を返したり奪い返したり、おきた時代系から竜巻、おっと最後はいろいろ暴れたんですが真空波動拳で勝ったのはベコさん。ワンピアに入ってきたのは京さんの剣ですね。9位下袋勢の引きに来るのは割と久しぶり。さあ最後は出なかったか、台形の先が当たってまず京さんが1本。もらってさあかなり踏み込んだ、昇竜で切り返す。さあ裏押しで昇竜つからして投げて勝ったのは京さん。ついでタケチーさん、タケチーさんの竜ですね。結構意外なんですけど、タケチーさんは四季の細道は初参加。さあ裏から背骨を砕く昇竜拳、さあ昇竜かかと重ねながら竜巻で暴れている。さあ昇竜拳、最後はまっすぐ波動拳打ってまず京さんが1本、昇竜拳、さあ壁から逃がさない、壁から逃がさない。ラウンド3
竹内がパーッとリードを取り返して3ラウンド目。ああ踏んだ、あかと昇竜、ああ竜が昇竜に切り返して、さあ3番入った、さあ正面からおっと林、さあさあ勝ったのは竹内龍。さあ続いて 1P 側は友座龍。龍がいる祭りご協力ありがとうございます。龍龍ですね、つかきの着地に大ゴフ、さあ昇龍、さあ仕返す、さあまずは緑の龍竹内が1本、茶色い龍が友座龍、緑の龍が竹内龍ですね。あ、壁まで持ってって、昇龍拳無限に落としていく、昇龍拳真珠使って、さあ壁から出たか、おっとおっと、これは後からの登り切りが強かった。勝ったのは竹内龍。続いてこの方も久しぶりですね、ゆうべがさんの DJ、 龍拳祭りですよって、龍拳祭りですよって言ったんですけど、なんか龍拳が大嫌いなのことで、ゆうべさんが1キャラ目と2キャラ目ちょっと間違えたので一旦殺してもらいます。改めてゆうべがさんの DJ ですね。さあ取り直してゆうべさんの DJ と竹内さんの龍、昇龍拳相打ち、さあ対空波動、ジャック入って投げる、見てから真空、さあ使えている、昇龍下げて真空使っていく、さあ使ってジャンプかわして、おっと きっちり削って有料の1本取り返す。おっと
らからジャック、マシンガン繋がらない。これがブランクなる選手の、さあユチ根元、使っていく、頭振った、ソバット入れて、めくり、今度は繋がった。あったな、ゆうやさんの DJ。 続いてゴーさんの剣ですね。ジャックで落として繋がらない。さあブランクあるか、今のところめくりマシンガンは成功1回ですね。ジャック落として、さあ今度入った、寄らせて、もう取り戻してきたか。勝ったのはユーベラさんの DJ。 さあ続いてメインキャラをホンダから剣に変えた男、ニーアーさんの剣ですね。ワンピーが若草色の DJ がユーベラさん、ツーピー側のエメラルドグリーンの剣がニーアーさん。さあ打ち、入って調子が出てきているか。さあ岩田が要塞のごとく敵を近づけない。さあキータズもきちんとさばいて、勝ったな岩田さん。嫌いだって言われたので、さあ嫌いな竜ガイルを楽しく飼っている竜ガさん、上り蹴り、ゆうべらさん。続いて青木サイクロンさんですね。さあ 1P 側がゆうべらさんの DJ、 2P 側が青木サイクロンさんですね。じりじりと前を詰めていく、ダイヤシ殴られ落として、テクニックのダイヤシボディから直で吸って、削って、
返し、スポットからスパッとで削って、さあ一発圏内、最後相打ちか。左足、左打ち、投げる、差し返して、さあ削り圏内、最後はエアスラ、エアスラ、エアスラで、いや、戻ったらユーバーさん、それはかなりいい感じ、あ DJ の体力が少ないぞ、しかし対空、さあ体力が追いつきつつある、立ち台パン対空、さあ続いてシュウさんのライブですね。投げ、サマー、いい加減にしろと、おっとダブル入ったんですが、 DJ クラハント薄いですね、それでグル投げ返し、さあこのラウンド中さんかなりいい感じ、球で押し切って中さんが1本取り返す、投げて、さあ取って、さあ寄った、勝ったのはシュウさんのガイル、ユーグラさん多分今連勝数1位ですね。連勝1位がペコさんの7勝、次いで2位がユーブラさんの DJ の5勝だそうです。さあオレンジの竜がさあ、オリュー、ピンクの髪のガイルがシュウさんのガイル、なんだかんだね、リュウガイルが好きっぽくなってるのでちょっと嬉しい、
でメイクオット。さあシュウさんがやりづらいと言っている。投げる。さあまで切って正面から、おっとサマーっぽかったんだが、機械サマーだからサマーの仲間内仲間内ですね。中盤で竜巻を落としてシュウさんが取り返す。ダブル様ファイヤーを倒してさあファイヤー真空おっとダブルワンヒットでお釣りをちゃんと知っている。金子さんはもちろんガイル素晴らしい。Round two, fight! Sakon! Sakon! Sakon!
待って、もう見えかな、投げ、しのいでいる、上り順番、シンク、ここで来た。続いて 2P 側はお茶丸さんの本田ですね。さあ壁まで詰めているぞ、怪しい、昇竜拳切り返される、鬼武装の悲しいところ、とどめ以外に使ったら死んでしまう技、サファイア振って昇竜拳飛びから突き当たる、もらって飛び込み2段。さあお茶丸さんの本田に勝ったシャルさんですが、続いても本田ヒロシさんの本田ですね。竜ヶ入祭りにあえて本田で入ってくるのもなかなか、内足対空、内足、内足、さあ波動を切って内足だけで本田が操られているかのように、さあファイヤー、ファイヤー2回、ちょっと引っかかった、重ねは投げ返し、あれができるとできないと随分違いますね。ちょっと怪しかったがごまかして、最後は昇竜拳、千本さんのホークですね。あ、今度は当たる、さあ竜巻で逃げた、さあ内足に今度は入って、さあ送らせトマホ、仕込みトマホ、オンドル当たる、台足から見てちょっと怖かった、さあ動きが中狙っていくぞ、台足対空から進行、ちょっと今無理したか、2ヒットしてシャルさんが1本取り返す、さあ
ホ離したイフンからタイフーン、ワンピーガーは破天荒さんの竜ですね。コンドル当たって立ち台形さあ溶かして、悪いみたいな。リュウガはどうすればいいんでしょうね。なんか波動を打ってもトマホーが出るような気もするし、何もしないとなんか台風で回されそうな気がするし。コンドル、寄った、カラジャン昇竜拳でアテーブさん1本取り返す。さあ動かした、始まるか、1回目キックで時間を逃れる。おっと変な当たり方、最後は台風で回した千本さんの勝ち。続いて瀬尾さんの準備ですね。あ、いけるのかな。これは今がセオチュンリー対千本ホークですね。ただの中野です、ね、はい、さっきからそうですけどただの中野です。ただ中野で見られる光景が、ただ千本くんはフリップだとあんまりホークやんないんで。あ、珍しいんですね。珍しいですね、2人でこれやるのは。さあ、ワンちゃんが来るかどうか。コースということで、次が俺満を持してセロテープさんですね。いや、これ個人的にちょっと面白いカードですね。セオチュンリー対セロテープザンギ。まあもちろんチュンリーが有利でしょうが、セロさんチュンリー戦は結構やるイメージあるんですが、まあ、あのところさあ、きっと特に、あ、スピーバーが漏れてそれも当たる。
炸裂アバレ剣で中止。気候がきつい。気候がマジきつい。あ、踏まなかった。チャンス。おっと、ピヨって普通にあると言ってます。確かにですね、結構周りからの応援が押し込めという。あー、押し込めません。離されてます。終了ということで、瀬尾くん強くなってるねとセロテープさんが言ってますね。すごい上からでした。昔気候拳とかじゃなくて波動拳だったから。確かにキャラが変わってますね。これはまあなんとかね。ええ、ただ瀬尾くんのガイル戦がマジで来てるんですよ。もうなんか小高がわざわざ中野に来て怠慢とかそんなやつで、いやそうですね、終電が TBS とかこの前って、結局乗れなかっただか乗れたらかとかいうのがあったんですけど、多いですね。酔って逃すか。まあやりすぎて逃すかっていうところですけど、さあ、はい、ここで次カワシムですね。あ、なるほど。最初の方にエントリーしてくれた人は竜ヶ昼祭りに賛成してくれたんですけど、なんか後から来た人は、え、今日ゆうべがさんいるのとか言って、かなりの本気キャラ具合ですね。今日竜ヶ昼祭りなの知らなかったですね。一応なんか伝えるようにはしたんですけど。あ、まあまあ、そうだったんですか。1キャラだけ竜ヶ入り入れてみた人、そうじゃない人、いろいろといますが、さあ、ハーシムさんですね。2人も火曜日、水曜日と結構やってるのを見ましたが、そうですね、なんかお互い本名も知らないのに、なんか毎日のように会ったりしてるんです。そうですね、それがあるという一つ、ね、マジか。あー、拾えなかったのが痛いっていうところか。スラスラドリルと足を取った。ただ相手がチュンリーなんで三角飛びでね、すぐ逃げられちゃいますね。おっと、バカになって天章大パンキコ掴んでインフェルノで行く。そしてさあ、ゲージはあるので一発圏内ではある。テレポで目の前に、さあ目の前戦列まで行って、ゲンはガード熱い。ドエオリーグカワシムが勝つ。すごい疲れた表情してますか、川島さん。いやー、かなり神経使うでしょうね。でしょうね。で、ペコさんが、今日は2キャラでは確か剣ですね。剣。
メインキャラを X 剣に変えたテロなんですね。変えたんですか。変えたって言ってました。あ、半年だけとかいう話を聞いた。え、そんな聞いてないですか。なんかとある筋から聞きましたけど、そういう、はい、キリン秋味とかと一緒で期間限定もの、秋冬限定。色はこれなんですか。何なんですかね。お相手、おあの辺はまあ一緒ですからね。そうですね。あの期間限定だったんで知らなかった。え、なんかそう聞きましたよ。本人からではないですけど。なるほど。僕最近 S 剣使ってるんで2代目のドローが。そうですよね、2代目ペコ。一応頑張ればホンダには勝てるぐらいになりました。スラ対空からすぐ取り。ダルシム的には X 剣の方が嫌なんでしょうが、膝がありますもんね。掴み返して、そう、暴発かな。あ、始まった。掴まれる。投げ勝って大空も取る。これはでかいですね。大一般大系で、ここは冷静に。最後は体力がなかった。次は京さんですね。京さん、はい、京さん、すみません、僕も式にお邪魔するのが数度なのであれです。京さんは元池袋の ラスベガス勢の、ベガスの県の人ですね。そうです。最近はこちらにも来てくれます。さあ、旧池袋勢の、そうですね、ベガスの県の人ですよね。僕も話したことはないですが、対戦した記憶はあります。さあ、昇竜、とにかくなんか止まるのが嫌な人だ。ずっと竜巻か昇竜拳打ってる。あと変な蹴りを打ってる。確かに。そうですね。さあ椅子を変えてみた。負けたら椅子を変えてみる。今開幕スラキャンファイヤーみたいなのが見えたし、変わったものを掴んで、かして掴む。ブレブラスト。ブラスト。ブラストの置き加減が良かったですね。そうですね。どうせ上から来るんだろうっていうのが分かってんのかな。さあ、友座さんの、友座さんがまた。友座さんがさらに椅子を変えて。そうですね。なんかあるんですかね、椅子やっぱり。椅子ある、ありません？なんかでもちょっと。なくはないです。ぐらつくとか。確かに。これはもう式では名物じゃないですか。そうですね。ワイルドよくやってる感じの決勝戦みたいな感じですね。結構地元でじゃない人に持ってかれることも多いですね。ああ、なるほど。さあ、ジランドメトモトさん、これやっぱドリルの、ドリルからのハメ精度で随分と勝率が変わるっぽいですね。そうですね。まずきっかけがというところで上から行きたい、で端から出したくないが今のところうまくいっていて、さあ展開が早いですね。開幕はジャックサイコ。さあ壁、あっと相打ち、すぐ長サーブ、あー今投げっぽかったですね。最高ですね。
あ、中段ガード勝負の中段はガード、タワーマッシュも勝負強い。あ、カーシムさん下げちゃうやばくない？カーシム次がタケチーキャミーです。タケチーキャミー、さあ昨日までは具合が悪かったが今日は風が治ったそうです。よ、何よりですね。ねえ、うん、さあキャノン、フーニガンをテレフォで避ける。さあ打ち、テレフォ多用しますね。ダブルズームパンチが当たって、タワシの1本目。さあ開幕テレフォはちょっとキャミー超足速いですね。伸ばしたパンチの先端に当ててこかして歩いて置き攻めが間に合うと来てますね。インフェルノ体育、あー投げて、これはあっと削りミスでしょうか。ゲージがなかったのでスパコンは出なかったんですが、ちょっと近かったが、続いて 1P 側は地元の王さんの件ですね。あ、地元勢の、地元勢、あ、そうなんですね。今日なんか他のゲームとかを結構やったんですけども、あ、そうなんですね。そうです、金曜日は楽しそうだということで X の方に参加してくれてる。 ありがたいことです。はい、なんかね、ウルフオとかやってるんで、あの飛び蹴りからコパッとか壊し起こしちゃう。あー、分かりません。僕もカペースとかをやってたので、コパコパでコパコパとか言っちゃう気持ちは分かるんですけど、 X だとあんまり良くないですね。良くないですね。ただ離れてしまうだけという、キャンセルもかかんないし、キャラによってはまあなんか。さあ川島のダルシムはちょっと荷が重いか。スラタイク、さあ、ニーヤンさんは2キャラ目は、あ、剣でしたね。いや、うん、なんか途中でホンダにしようかなとも言ってたんですけど、一応ホンダは引退してもピロシ君に全部任したと、うん、何事もなく終わりましたが、私は、うん、ホント最近ずっと剣をやって、なんかね、はい、この色の剣は多くないですか。なんか人気カラーですよね。確かにかっこいいと思うんですけど、中継カラーですよね。かっこよくて、かつなんかあれですね、他利根川カラーですよね。これトネピンじゃないですか。確かそうだったよね。ニアさんはどのキャラ選ぶのも中継で選ぶんで、まあ、ああなんかそうですね、押しやすいからという理由で、なんか雑談してるうちに発想と、さあヒカルさんの、いや今日ヒカルさん確か2キャラとも竜だったと思います。さあ竜がいる祭りにダルシムで入るのはなかなか美味しいですね。ホンダで入るのはなかなか残念ですね。残念でしたね。ね、あ、ちょっと何体か殺したかったんですけど残念ながらと、しょうがない、はい、残儀は良かったんじゃないですか。ねえ、でもなんか相手が中二だったんですか。相手がちょっと白い悪魔でしたね。やばかったです、はい、
ちょっとミスったけど状況はきつい。さあ、ワンチャンあるか。さあ、あるのか。シンクどう使う。さあ、スラスラでこすら。シンク温存したまま。次が青サイさんですね。そうですね。なんか文字合い負けるまで待ってくるということで、今真空食らって負けました。あ、本当ですか。はい、多分勝ったらあのまま文字合い続けてたと思うんで。さあ、かつてはダルシム使うやつは頭がおかしいんじゃないかと思っていた。あ、そうなんですか。チュンリーとダルシム使うやつはなんかもうここでは言えないような悪口を。なるほど。はい、残儀と同盟でそういう。僕はそこまで言わなくていいんじゃないかなと思ってたんですけど、あっと言い切るの。そうですね。はい、僕はホンダなんで何も言えないですが。まあ、さあ、立ち台系つまらなそうな顔。これもでもダルシムも厳しいですよね。ダルシム残儀も残儀側。ね、まあ、なんか掴めば夢ある気がしますけど。そうですね、まあ、遠距離端まで運んでこかせば、まあ、うわー、フルコンフレーム重ねかな、ファイヤーかな。よくダブルリが出た。勝ったのは川島さん。さあ、ユーベガさんですね。さあ、ユーベガさんです。やる気満々といった表情のユーベガさん。久しぶりの疎通、骨の髄まで味わおうと下なめずりが見えるようですね。投げて、受け身がない。受け身がない。ひらひら避けてゲージが溜まる。投げて、投げて、最後はジャンプ台系。川島も思わず悲鳴が漏れる。難しいですね、今のとも。うわぁ、早い。削り切った。さあ、次はシュウさんですね。シュウさんですよ。さあ、最後のプレイヤーがシュウさんなので、シュウさんかユーベガさんの連勝が終わるまでですね。さあ、ダブル2削って、連打、投げる、投げる、投げる、かなり動きが切れてますね。中盤置いてある、中盤置いてある、上り竜巻。ガード、おっと、というか台形だけど結構裏の方にも判定あるんですね。剣の台形あんま裏にないのかと思ったけど、ガツッと当たりましたが、
台形台形すごい台形が当たる痛いっすね。蹴りがやばい。カニがカニがあと鬼相打ち。さあこれで2周目も終わったので、ゆうべがさんの連勝がどこまでいくかですね。が何連勝するか。そうですね、自分今ゆうべがさん DJ は5連勝で2位なんですけど、まあ、それを超えれば決勝にベアで出られると。そうですね、これ途中で途中で負けても DJ で決勝出られるという保険が効いている。あ、エクスパーのルースね。そうですね、オレンジのおなじみの。あ、いつの間にか川島が石になっていた。失礼しました、1位は失礼しました、1位は今川島のナルシムだそうです。でもなんかケントがいっぱい殺してましたもんね。そういえばあの僕らが喋ってる間勝ってましたね。そうですねなんかあんまりなんかよくわからないんで眺めていただけだったんですけど、なんと8連勝もしていた。なんか龍拳ガイル祭りの隙をつくような、うん、ダルシムの方法がと話してるうちにリーベラさんが、これって1周目のキャラになるんでしたっけ。いや、1周目と2周目別なんですけど、本当に連勝数で決まるので、どのキャラで何連勝したかですね。金子さんは1周目のキャラになるのかな。ああ、好き入るんですね。それはなんか結構好きでいいよみたいな雑な感じで。3回目は好きな方のキャラで入っていいよ的な。さあ、エクスパー先生シンク使っていく。さあ、全然読めないですね、OK、今の着地勝利もなんかかなり仕掛けていった感じですよね。次が金子さんですね。はい、金子さん、もう、ゆうべがさんに今乱入してる人たちは2周自分のプレーは終わってるんですが、ゆうべがさんが何連勝するかを確定させるために戦っています。さあストップさ、ゆうべがみんなね、もちろん勝ちたいっていうのはあるでしょうから。投げ返す上り大パン、相打ち、相打ちなんだ。大きい中足よく置いた。今立ち台形だったら多分一方負けですね。あ、一方負け、かなり踏み込んでいったので中足が届いた感じですね。カニカニ、あと怖い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 。立ち台形、なかなか見ないですね。さあ時間がないがどうする。それでも慌てずにゆっくりダメージを取っていく。最後削り、ここで削り、3ラウンド目。投げて使わせて、セバット、さあ送らせ、ダブルに投げる、
も今投げた瞬間になんかよしかったみたいな顔してましたね。あ、本当ですか。ボタンを押して画面に反映される前にもう勝ったみたいな感じの顔。さあ、お茶丸さん、おっと、本田で行ってみた。そうですね、メガニは本田とバルログどっちがいいかと言われたらばどうですか。バルログじゃないですか、分かんないですけど、やっぱりバルログ。あ、でもどうなんですかね。割と大会でもなんかベガがやっつけちゃったりしてるところを見たり見なかったり。ベガさんはね、あのこの日が使えば勝てるとかそういう人じゃないので。そうですね、当たり前ですけど、ユーベガさんはユーベガさんです。そうですね、生涯現役のうちの一人ですからね。うわー、生涯現役って、あれですよ、倉橋さん、ジャイダルさん、ユーベガさんですよね。その3人だということでした。一人辞めてますけど。確かに。さあ、置き攻め、中足から張り手にした。最後に引っかかってめくりをもらう。さあ、ピロシ先生お願いします。さあ、続いてヒロシホンダ。さあ、めくり気味。さあ、打ち削り。さあ、追いちょう。最高、投げ返している。逆で作らない。裏に。さあ、ワンチャンあるか。さあ、話多いぞ。ちゃんと仕込んである。ベガ側は刻めるんで投げ返しも簡単ではないんですが、話大一応ボタン3つ。さあ、3ラウンド目、打つき、ずらした。さあ、大手玉、おっと、拾い損なった。へそはめて、はめ、おっと、投げ返している。これがユーベガか。さあ、最高、最後はめくりヘッドプレス、止められず。いやスモープレスだと、よく投げ返しましたね、ユーベガさん。あれはユウさんにやっちゃいけないですけどね。ちょっと久しぶりだったんで、ちょっと思い切ってやってみましたが、いや、ちょっと勝ち合い気味だったんで、好きな方というか誰でもいいのか、どうなんだ。1回目か2回目のどっちかだから、ガイルかガイルかリュウですね。シャルガイル、シャルさん選んだらガイル。何でもいいわ。何でもいいだとね、セロ様がね、19連勝とかしてるとき、ホンダ OK とかになっちゃいますからね。うん、何でもよくないですか。あれぐらいだったら、ガイルはどうダメージを取るんですかね。どうなんですかね。踏んでくれっつっても、まあ踏んでくれれば
そうですね。でもなんかね、遠くで垂直で受けられると、さっきかなり金子返りが踏み込んで立ち台系で落としてるっていうのがありましたけど、最高突破の音投げて入れ替えたけど投げが通る。中盤一発ガードさせると、はい、出がだけ投げられる場合なんですよね。例のやつですね、はい、あとナイトメア入って、さあユーベガさんの連勝が止まらない感じ。今6連勝ですね。ユーベガさん今7連勝、はい、さあこれ勝てば同率1位。投げて、アテンコの処理拳めくりから3段投げ返している。昇竜裏落ち立ち中盤、ガズマギ、さあもっとめくりは入ったんですが、ガードしている。さあナイトメア、千本くん試合キャラどっちでも OK です。さあまあ同キャラは避けるでしょう。フォークですね、フォ、ね、はい、ークで入っていった。これ勝ってユーベガさん単独1位ですよね。あ、なるほど、今並んでるとですね。フォークはベガは結構きついはずなんですが、おっと回してる、重なって、おっと、あの体育がきつい。お釣りナイトメア、きついから高めにするとはなるというですね。差し返し、本当にお釣り、最高で逃げる、とドリームがあったんですが、そうですね、ドリームありましたね。さあどうだ、さあ最後の感じで9連勝で単独1位だったので、ここで一旦予選が終わりで、1位がユーベガさんの9連勝、2位がカワシムの8連勝で決勝戦ですね。決勝ですかね。9連勝まで伸ばしたユベガさんが1位で、2位がカーシムさんの8連勝ということで、2人でやっていただく形です。さあ1位のユベガさんは 2P を選ぶ、3先で行うということですね。
阪第45回式の細道決勝は 1P 側ユーベガさんのベガ、 2P 側がカワシムのダルシム。さあいきなりビヨンテ、さあまずは1ラウンドのこったのユーベガさん、夜中足から、まあ、削りでっていうところですね。三先、三先っす。今勝った瞬間優勝優勝言ってましたが、まだ三先ですので、直接当たった時も、まあ、ユウさん勝ってるので、そうですね、カワシムさんとしてはカワシムがどこまで勝て直せるか。サイウチ、さあ投げて、インセルの結構痛い3ヒットダブルに入る、ダブルにダウンはガード、遅らせダブルに、さあ時計のクレポ、パチ中継置いてある。さあファイヤーで燃やして投げている、ちょっとも漏れというか大スラッシュだったのかな。ピオルとすぐ死んでしまう、そうですね、投げ受け身の後が結構ピオリやすい。あー、ファイヤー踏んじゃいましたね。さあこれはチャンスかと思いきや、フレームモデはなんとか事なきを得た。裏投げ、飛び越し投げ、投げスラネクリスラからチューチュー、中継、逃げ中継、ね、中継で最後は大 K、 これでユーベガさんがリーチ、あと1本ですね。さあ一瞬に切ることができるのか、さあダブル2、さあめくりはガード、ゲーム取っている、ユーベガさんに3回というのは頭が痛い気もしますが、そうですね、こっからまず1本取っていきたい。うわ、差し、あの距離で差し返している、そうですね、結構ベガにはあのタッチシュート、タッチ受けがと思ってたんですけど潰しましたね。ですね、さあ燃やして、さあ走、逃げるのが早いですね。相打ち、ピオル、ピオル、これは4、5、ちょっとだ、4削り、6削り、勝ったのはユーベガさん、おめでとうございます。おめでとうございます。優勝はユーベガさんで す, んです。お、場内から自然と拍手が、拍手が、じゃあちょっと、あ、ユーベガさん一言お願いします。おめでとうございます。久しぶりの大会で優勝できて、いやいや強いです。はい、おめでとうございます。いや、龍拳祭りによくぞ、はい、龍拳ガイル祭りに、空気読めなくて申し訳ございません。とんでもないです。いや、強かったです。ちょっとこれから少しずつ、ゲースに顔を出すようにして頑張っていきますので。あ、そうね、この後大きい大会の予定とかはなるべく出るようにします。あ、はい、マジですか。皆さん楽しみにしてると思います。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。というわけで第45回式の細道は久しぶりに来店して、ユーベガさんが優勝ということで、2位がカワシムさんでした。で、この後は、残り30分ぐらい、閉店までの試合の方を楽しみください。今配信台は、ユーベガさんの後を継いでネロさんがベガを使っている
感じですね。
はい、そうしましたら23時過ぎましたので配信の方はこの試合終了後、やめさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今週もこの夜中まで、夜中っていうことではないですかね、この夜遅くまで配信ご覧いただいてありがとうございました。また来週も同じ時間で配信予定しておりますのでよろしくお願いいたします。では皆さんありがとうございました。お疲れ様です。それでは配信は止めさせていただきます。お疲れ様でした。